タクシゲル族は、江戸時代後期の武士、秘前国佐が藩士、タク鍋島家十一代当主。維新後は、内政官僚、浜松県、伊万里県、佐賀県各御礼、十大タク有種、タクシゲル清の長男として誕生。天保七年十二月二十四日、家徳を相続。硬下四年五月一日原服品を、シゲル族と改めた。 家営元年長崎警備に従事。武具方、五章ものなり方頭人、長崎仕組み頭人、行動官頭人を歴任。安政二年江戸桜田判定に入り翌年京都を、平手帰国。源氏元年十四代将軍、徳川家持の上落に伴い、京都に赴任。同年十一月、長州政党に出陣。慶応4年5月卓漁、兵500名を率いて、 国元を出発し、下屋国鎮部のため宇都宮に婦人。合津上牢城戦では、アームストロング砲での砲撃の指揮を担当した。明治元年10月、松平片森府市、合津藩重心5名の東京への護送を担当した。明治元年12月7日、明治政府に出資し、弁官、弁事局出資となり、その後、小弁となる。 明治4年11月15日浜松県権令に就任。明治5年5月2日伊万里県権令に転任。大倉省に県庁を伊万里から佐賀に移転することを願い出て、同年5月29日伊万里県が佐賀県に解消され引き続き権令を務め、同年7月12日に辞任した。その後、旧佐賀藩主のため炭鉱開発、私族受産等に尽力した。 ありがとうございます。